ごきげんよう。昨日の練習ぶりだね。ごきげんよう。トウコちゃん学校来てた？昨日ずっと怒ったままだったから気になって。うん、来てたよ。ルイルイとバチバチしてたのが嘘みたいに元気だったかな。よかった。でも結局新曲の見せ場をどうするかは決まらなかったね。そうだね。見せ場を弾きたいトウコちゃんと任せられないって考えのルイルイ、二人とも譲らなさそうだったもんね。なんとかするにはどっちかを説得しないといけないのかも。説得か。なかなか大変そうだけど、シロちゃんできる？そう言われると私にはちょっと向いてなさそう。二人がこのままなのは良くないって思うんだけど。いやいや、やってみたら意外とできちゃうかもよ。トウコちゃんとかなら話もしやすそうだし。でもやっぱり無理だよ。じゃあイメージトレーニングはどうかな。想像の中で説得の練習をしてみるとかさ。これならもし失敗しちゃっても後腐れはないし、いけそうならそのままやってみちゃう感じで。そううまくできるのかな。大丈夫大丈夫、やってみよう。ほら、想像してみて。シロちゃんの目の前にはトウコちゃんが。シロ、もう授業終わり？一緒に帰ろう。最近できたいい感じの店があってさ。あのね、トウコちゃん、新曲の見せ場のことなんだけど、ルイさんと仲直りしない？その話はもうよくない？つまんないし。そんな、だって結局喧嘩したままだから。いいっていいって、あれはルイが悪いんだし。でもシロの話終わった？そんじゃすぐに出発な。その店さ、マジでっかいプリンがあるんだよね。待って、まだ終わって。引っ張らないで。丸め込まれちゃった。トウコちゃんの手綱を握るのはすっごく難しそうだもんね。それじゃあルイルイでも同じようにやってみよう。ルイさんを説得するの？もっと難しそう。でもトウコちゃんよりは話し合いに応じてくれそうじゃない？ほらほら、目の前にはルイルイが。倉田さん、何か用かしら？ん？言いたいことがあるならはっきり話してもらえるかしら？ごめんなさい。その新曲の見せ場のことなんだけど、どうしてもトウコちゃんには任せてあげないの？ええ、彼女にできるとは思えないもの。もう少しトウコちゃんに優しくしてあげても？そうしたところで桐ヶ谷さんの技術は向上しないでしょ。あなたは他人のことを気にかけるより自分の作業をすべきだわ。新曲の作詞はどれくらい進んでいるのかしら？それはがんばるね。作詞もっとちゃんとやらなきゃ。シロちゃん、すっごいしおれちゃってるよ。ごめんね、ななみちゃん。ルイさんの説得もダメだった。そっか。じゃあこの方法はやめとこっか。うん、そうだね。あ、
マシロちゃん、偶然だね。こんにちは。マリナさん、こんにちは。本屋さんから出てきたけど、お買い物してたの？はい、何冊か作詞の参考になりそうな本を買いました。そうなんだ、ハウツー本みたいなのかな。冒険小説です。え？でも作詞の参考にする本なんだよね。そうです。今考えてる詩のイメージと冒険小説の雰囲気とかがちょっと似てて、大変なこととか辛いことにぶつかっても乗り越えて成長していく、そういう感じです。そんな内容の本を読んだら何か詩の参考にもなるかなって。じゃあ随分かっこいい感じの詩なんだね。そうなんですかね。トウコちゃんを見てたら浮かんできたものなんですけど。ん？トウコちゃんに影響されたってこと？きっとそうだと思います。トウコちゃん、新曲のギターをすっごく頑張ったんです。難しいフレーズなんですけど全然諦めなくて、今ではちゃんと弾けるようになりました。ああ、トウコちゃんから聞いたよ、その話。いろいろ大変だったって。でも本当にすごいなと思いました。そしたらさっきお話ししたようなイメージが生まれて、せっかくだしそれを歌詞にしてみようって決めたんです。なるほど、すっごくいいと思うよ。完成したらトウコちゃんも喜んでくれそうだね。ありがとうございます。私も何かトウコちゃんの力になりたかったので、そうだと嬉しいです。頑張っていいものにしますね。